みなさんこんにちは伝統芸能の道グラボの田村民子ですえっ、ー、と歌舞伎の桂の解説をトントントンと続けてきたこ、はい、ちょっとおまけのお話をしたいと思いますお疲れ様でした、はい、なんか四回分撮りましたけどはいいかがでした改めて歌舞伎の桂ってやりすぎっていうぐらいいわゆるすげえなって思いますね そう忘れてた私もなんか多分取材し始めたのってもう多分十何年前ぐらいで最初の頃はお「おいおいどうしたんだよ」っていう多分驚きがすごかったがだんだん麻痺してきちゃってたんですけど今日ちょっと説明したりたけさんの反応を聞いていていややっぱりちょっとかなりやりすぎっていうぐらい、うん、まあ相当。<laughs> やっぱりいろんなものが詰まってるんだなっていうのをそうです、ね、再確認しましたね。あの今回本当ね触りですけどね。そう触りなんですよ。かつらという本当歌舞伎の一つの要素の本当、うんうん、触り部分を、うん、でもちょっと基本的なところで皆さんにも知っていただけたら、うん、もっと歌舞伎が好きになったり楽しんでいただけるんじゃないかという狙いで今日、うんうん、田村さんのお話を伺いましたが、うん、え四回分収録し終わって。 最後ちょっとおまけ。おまけ。あ、でも、その前に、あの、復習しますか。はい、やりましょう。こちらのね、V の名前ね。せーの。まず、前髪。前髪。曲げ。びん。タボ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 じゃないのね。タボ。あ、タボ。タボ。関西とか、つとって、言ったりもするみたいですけど、まあ、タボ。タボですね。本編で、ちょっとこぼれちゃった、この、後ろに出てるこの。 その前にこの、ね「歌舞伎用語案内」っていうウェブサイトがあ,ありますので、はい、皆さんも「歌舞伎用語の案内」ってこう検索するとあの出てきますのでこれはあれですね「演目案内とはまた別に、うん、あそうなんですよ歌舞伎演目案内」って検索したらあの歌舞伎のねいろんな70演目ぐらいかなというメジャーなや,やつね。あの舞台写真もちっちゃいですけどある。うんあの サイトがあるんですけどそれもすごいおすすめなんですけれどもこの歌舞伎用語案内っていうのもすごく便利なサイトでまあそこの中に「型外し」っていうのもあるので皆さんもこのあと検索するとこのページに飛んでくると思うんですけれども型外しってまああの有名な演目だとこう名木仙台萩の正岡ちょうど今後ろを向いてるあの写真がありますけれども桂の髪型の名前なんですけれどもまあ肩外しって あの役柄の名前にもなってる、えー、あのぐらいそうですねその,本のンシででれをつけで,そ,でそこに、まあ、ぐるっとこう巻きつけてこれをほどくとこう長くなりますよっていう手,手ですねならないですけれどもねそういう髪型を、まあ、あの型外しっていう髪型になるんですけれどもここでちょっと今回マニアックにこう注目してもらいたいのがそのさっきあのね あの復習で言ったこのタボですよね、はい。普通はまあ女型の髪型ってそのマルタボかジタボがあるっていう話を超基本編の時にしたと,、うんえーと。町人がジタボで、ブケ、ね、<家>はブケとかまあマルタボなんですけれども、も、はい、これちょっとそれともまた全然違う。なんかこう二手に分かれて跳ねてます。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。しいたけタボっていう名前がついてるんですけど、あのよく見るとねあの、うん。 カチカチしてるんでもうね立ち役の人の由良之助とかのお侍さんのまあタボのね「油付き」っていうタボと同じ感じで、うん、まあこの場合は。 あのまあ武家の中でも最高級役職のね、ね、方が何,何事があっても髪の毛を乱しませんみたいなことを表してるとかってまあ言われてるんですけれどもあのまあそれだけ髪,髪が乱れたりしないようにっていうのを表すためにまあ一つの様式的な形なんですけれどもあのカチカチにあの油で固めてあるってすごく特殊なあの髪型なのでここに。 解説も皆さんね読んでもらったらいいんですけど、そう、まあ、片羽寿司のあのカツラをかぶるような、あ<ー>まあ役柄を指す言葉にもなってるっていうねうん、うん、あのカあの片羽寿司っていう役,役柄名にもなるっていうねジャンルの名前、まあ役柄の一つの名名前になるぐらいになっていて、この片羽寿司ね正岡って結構大役じゃないですか。すね、正岡ね女型さんたくさんいらっしゃっても。 ね、正岡ができる人ってて、まあ、限られてますよね女のが女方をされる方にとっては、まあ、憧れの、うん、まあ立ち役とかだと生「生じめ」「生じめもの」ってありますよねあれはあの「まげ」の名前ですよじめ」っていうまげのカツラをかぶれる役者にやっとなったみたいな<ー>それを「生じめもの」っていう、ね、役柄になるような感じ。役柄と、まあ、カツラの 髪型の名前がリンクしてるっていうのもね、なんかあの面白いかなとまあそれだけ象徴的というところですよね。やっぱりちょっとこう大人の女性で芯がしっかりしていて、それこそ乱れない。乱れない。でも心情は複雑っていう役、さっきのあの金田方もそうですけど、難しい役。難しい役ですよね。騒がないじゃないですか。そうそうそう。あたふたしないけど、うん。 と腹でう<ー>んっていう役がうん歌舞伎ってやっぱりそのあの男性社会を描いたねあのそもそも江戸時代って男の人が主役でまあ歌舞伎もそれを反映してやっぱり出る役者さんの数も立ち役の方が多いしまあそれだけこう紙の種類の数も立ち役の方が多いけれどもまあそういう中でやっぱりあの女方さんがまあ主役 急なことができるって限られてますよね。そうですね。そう,すねそういう時の、まあ、正岡とかは、あの、大事な役で、まあ、そういう人がかぶるかつらっていう。しかも舞踊じゃなくね。ねえ、えそうそう,う。かっこいいですもんね,ね。かっこいいですよね。ね、だからやっぱ見なきゃよく。そう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 、あの、プラスチックでは。プラスチックではない。そうそうそう。その。 とこやまさんがちゃんと成形形を整えて油、油で固めてる。油で、ね、固めてる、なんかね特殊な道具みたいななんか、うん、あのこう縫い針みたいなのをこうなんていうんですかねこういうまあこれちょうどこういう感じの間に挟んでちょっとだけその針の先を出したのがチキチキチキって出たような感じでこうなんかこう 削るよううにこうやりなながらなんかねすごいちょっと作ってる超現場を見たことないんですけどこういう道具で作るんだよみたいな感じでだからまあこういうカチカチ系はやっぱり立ち役の方が多いから立ち役の人がやっぱりこういう道具をやっぱり皆さんあの徳山さん持っててこういう瓶がいますよねなんかああいうのもだから真ん中にその。 藁みたいなの芯を作るって言ってたら。うんうん、そこにまあ髪の毛をこうつけて、でその,あ<ー>あの油をつけてこう溶き出してみたいな感じ。すごい手間かかってんです、ね。手間手間かかるなのって言ってました。プラスチックではありません。ありません。<え>あの伝わらないんですよねあれね。言われなければわかりません。ねわかりませんよね。うん、あのカパっ,って抜いて作ってるわけではなくて、うんうん、あのちゃんと手仕事で髪の毛で作ってます、ね。なるほど。 見てあげてください。はい。片、はい、外し。片外し。はい、要チェッです。続い,て続いて。はい。あ。これはね、えっと。ちょっと前髪の話を、あの。ちょっとしようかな。うん、こっちはね、歌舞伎演目案内ですね。あの。はい、歌舞伎演目案内、さっきも言ったように、その。珍しく、その。舞台写真が。あの。付いてるウェブで見られる。貴重なサイトなので、あの、なんか。 遠目あるのでこう検索してみてもらうと便利かなと思うんですけれどもまあ3兄弟いますよね梅大丸松尾丸桜丸3人いて、はい、でその前髪がねあのちょっとこの人たちかなりちょっとまあ時代物っていうこともあって歌舞伎特有の変わった髪型をしてると思うんですけど。丸丸と桜丸は 前髪のところに、こう白い縦線みたいなのが、二人に入ってますけど、これ、あの。一応象牙の櫛を指してる手っていうらしいんですけどそす。そうなんです、ね。そうなんです。 油込みの前髪っていうんです、まあ、ちょっと普通の、あの、和菓の前髪と全然違いますけど。二人がそういう変わった前髪をしていて。うんうん、で、桜丸の方は、こう、大きい玉みたいになって,て、てこれはつかみたての前髪。っていう、ちゃんと、その、前髪の名前がちゃんとついて,いてえ。ええっ、と、長兄は、一番のお兄ちゃんは。梅大丸ですよね。梅大丸はどう、どう。丸。丸。丸のつかみたてで。はいはいはい この松尾丸と桜丸はこのある油込みの前髪です。梅は丸い。うん丸い。前髪ってこと？そうですね。前髪のところがねこうちょっと横から見たりとかすると、ね、よくわかるんですけど。なんか山伏みたいになって。あそうそうそうこう丸くなっていて三<ー>人ともまあねこの熊鶏もかなりね三人違いますし、まああのキャラクターがそれぞれ違いますけれどもあのちょっと変わった前髪なのでこうま時々出るじゃないですか車吹き。あそうです、ね、その時にあの まついついねあの衣装とかに目を取られがちなんですけど髪型も見ると決まりに沿って作ってあるのでそこもちょっと見てもらえるとそうかそうか失礼衣装を見れば誰だかすぐわかるんですねそうなんです梅と真ん中は松と左が桜を着てるわけですね分かりやすいで長男が梅お兄ちゃん血気盛んなのが松真ん中でそれをなだめてんのが 末っ子？末っ子ね。桜がさ桜、ね、お兄ちゃんマーマート。ねそうそうそう,そうせね切腹して死んじゃって複雑な三兄弟。あの松尾だけがねちょっと違う立場に敵味方似方みたいな感じでいてっていう意図せずね。うんそうそう。よくできたお話ですよね。うんそうそうですね。松尾の髪とかもねあのこうまあこの場面車引きはこうだけど、うん、まあまた別の場面だと。 あの違うかつらをねあのつけて出てきているのでかんかそこそこそこでやっぱりちょっと変わったあのかつらをみんなつけて出てくるので要注目ですね,ねそう,そう,そうですね投資とかでやった時とかはあのかつらを髪型を追ってみるのも面白いかもしれないですね。やっぱり時代物はね変わったかつらが特に立ち役はね多いですね。 あの世話物だとねまあ割と地の芝居らく食んですけどあののちょっと超人系そうそうそう,そう <laughs> と,とんでもないやつとか出てくるねしばらくとかそれこそ,し,ろそ<う>しばらくのあのカニみたいな <laughs> ねあれ大変らしいですよであれもだからもう一回言いますけどプラスチックじゃないでしょプいないそう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 いそう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 何ですかこれはみたいなね <laughs> あれも徳山さんが,徳山さんが いや整えてると整,整,整えて,てこういうのでこうで、ね、作ってるらしいですよ手抜きはしてないですねなんかねそうそうここもみたいなぐらいやってて、うん、まあそれがねなかなかその説明する機会もないし、まあ、彼らはそ,そういうもんだと思ってやってて。 あのお姫様が出てこう銀のこういう大きい金あれまあ花,花がついてるんですけどあそこに蝶々が飛んでるの知ってますかねなんんかね蝶々がついてんですよあの基本はあの梅みたいなあの小花がねだいたい4段でこうついてるんですけどそこにね蝶々がねしかもちっちゃいバネみたいなんでこうるの っててね揺れてるので私も初めて見た時は「あ蝶チョウチョがいる」って言ったら「え知らないんですか?」ってってあ,あ,そ, <laughs> あそうですねみたいなごまかした思いがある」え「え知らないんですか?」ってなんかそのし「この人知らないの?」ぐらいの勢いで言われてなんかちょっともごもごってした覚えあるちゃう。<laughs> この人たち、これが見えてないの、気づいてない。<laughs> <laughs> その時、私は逆に思いましたけど。ちなみに、三階席から裸眼だったら、まず無理です。よまず無理ですよね。<laughs> そう、だから、一階席とかでも。四、五列目とか。そんなに、もう、分かんないですよね。<ー>でも、あの、長女はね、確か、今度、皆さん、こ、これ持ってる人がいたら、あの。 あの姫のね前指しはまあよく出てくると思うのであれをこうやって見たらところどころにね蝶々が飛んでてそれがあのすごいちっちゃいスプリングでこう綺麗にこう揺れるようになってるんですよ、はあ。だからちょっとキラ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 ってするのは揺れてるからですよ、ね、そうそう気のせいじゃなくてあリアルに蝶々が揺れてるから。で彼らに言わせるとやっぱり蝶々がないとやっぱりその。 あの立体感もないしあの揺れがあるからちょっと色気があるだから絶対蝶々は <laughs> もう蝶々語らせたらこの前もすごい長く語っててでそっかーと思って改めてそっかーと思ってだかなんかそういうことが、まあ、今一例で出してましたけどそこかしこにあってそんなのばっかってことですよそんなのばっか ね、ちょっと取材とか行ってますけど、うん、毎回、うんまあ、本当に知らない言葉だらけなんだなって思いながら「<laughs> そ,うそうですか」って返ってくる感じでもうこの番組はずっと続けましねネタにはことそうあのちょっとあの写真とかそういう,こうリアルな素材がね追いつかないんですけどものがあればあの解説するべきものは ものすごいあるあると思うわれわれはひたすらこれを伝え届け続けながらこのまま果てていきましょうそうですねおばあちゃんにそう知らなかったよ俺まだわしもまだまだ知らないことがみたいなやりましょうだってあっちは400年なんで何百年なんでしょうがないですねまだネタは盛りだくさんなので。 ぜひこれからも続けてまたあの聞きたいっていう人がいれば皆さんぜひいいね」とかコメントとかそう思ってま今ほら SNS とかもあるので床山さんとかも SNS 見てらっしゃると思うのでもしんか歌舞伎見に行ってんかねかつらとか飾りとかでもいいですけどなんか。 こう、あ、良かったなと思う、この役のこの髪を素敵だったっていうのがあれば。はい、そこもなんか書いてあげると、そしたら、ハッシュタグ、うん、歌舞伎のかつら。ああ、いいですね。ねもうあ、それいいですね。すっごい限定的。<laughs> そう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 。<laughs> ね,すごいねそういういのってすすごい喜ばれるんですよオドグの会も話しましたけどオドグの絵描きさんとかに「あこの前のここの,あの山富士山とかすごい綺麗だった」って言ったらうん、うん、すごい喜ばれてうん,、うん、なんかそういうのってあのやっぱりやってるものの励みになるからんかそういうのがあったらなるべく言葉にしてあの言ってほしいって言われてじゃあぜひほ、うんと、うん、こ,こ,ここのコメントもそうだし SNS もぜひ。うん そうそう、これもね、面白かったってのも、いいですけど、実、ね、際に見て、面白かったっていうのは。ね、なんか書いてあげるとね、あのすごく、励みになると思うので。蝶々が増えちゃったりしてね。あ、そう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 。そうそう、ね、<laughs> うびゅう,うね、うねでも、そうそうそう、あ、でも、あいうのも丁寧に。やっぱ、こう、蝶々が、あの、ちょっと、やっぱ、こう、なんかこう、担ぎみたいな、こう、影って、こう、外したりすると。一緒に蝶々が取れちゃったりとか、するんですよ。うんうん、それを、なんか、細かく、こう、直して、徳山さんのチュとか、されながら。 やっぱりあの蝶々大事だからってやってたりとかするので、うん、のじゃあ次回は、うん、蝶々について蝶々についてね全四回ぐらいでそうそう姫のね前差しもね結構ね話すことたくさんあるんで姫の前差し会 <laughs> 姫,の差し姫の前差しシリーズシリーズとかでもね結構たくさん面白い話がいやもう尽きないですねじゃあ ぜひ次回ね聞きたいこととかもあればリクエストも欲しいですしぜひそれをまた皆さんのお声をもとにまた次何やろうかとか決めていけたらままたぜひお願いしす田村さんはかつらだけではないのでそれこそ大道具小道具衣装何から何までいろんなお話を聞けると思うので。 ままたよろししくお願いします、はい、こちらこそじゃあちょっとおまけの回は「肩外し」っていう女方の,あのお城のちょっとカチカチした <laughs> しいダけたぼってちょっと変わったたボのお話と菅原伝授手習い鏡のこの三兄弟の,の前髪のお話をしましたけれども、まあ、なんかこんなふうにあの、まあ、それぞれの役ごとにあの。 決まっった髪型があって、まあ、なかなかちょっと皆さん調べたりとかし,しづらいと思うんですけど、まあ、この歌舞伎演目案内と、まあ、さっきの歌舞伎用語案内のこの2つのサイト割と写真がたくさんあるのでわ、うん、かりやすいです、ね、そうですねあのそれでちょっと検索しながら皆さんもこう自分が見に行ったお芝居のことをあの調べながらその付随で歌舞伎あの。 この用語案内の方でか歌舞伎の「かつら」っていうカテゴリーがあってうん、うん、そこを私が執筆してるんですけど、まうん、あの医者も執筆してるんですけど、うん、あの用語の方でどんどん深掘りをしていくとあのいろんなカツラの種類の,あのお話とかもそこに書いてありますので。 あのぜひあのスマホとかでもこう調べてみたりしてあの予習とか復習をするとあのどんどんあの自分で掘っても深みにハマって、できるのでそう皆さんあの,あのじ実習しながら深みにあのハマ <laughs> ってもらえるとあの十分勉強できますのでちょっと調べてみてください、ね、活用してください。はい、ちょっとねマニアックなお話におつ <laughs> お付き合いくださいましてありがとうございました。伝統芸能のドグラボの田村民子でした。 またお会いしましょうさよならリクエストお待ちしてます,まてますご視聴ありがとうございます